こんにちは。安価な全周魚眼レンズの、メイケ 6.5mmF2.0 があります。これまでこのレンズを使った超広角動画を、いくつかアップロードしています。この魚眼レンズの変換フィルターを、ダヴィンチリゾルブ上で動くようにしました。今回その使い方を説明します。なお DCTL で作成したので、有料版のリゾルブスタジオが、必要です。ファイルは GitHub で公開します。メイケレンズの撮影ファイルを用意します。私は GH5 のアナモフィックモード4対3で撮影しています。ボディ内テフレ補正はオフにします。そうしないとイメージサークルが揺れ動いて補正が困難になります。動画をタイムラインに載せます。カラーページで DCTL を探します。DCTL は OpenFX の Resolve FX カラーにあります。ノードに DCTL をドラッグ&ドロップします。ノードを選択して DCTL リストからメイケ 6.5mmF2.0 を選択します。最初はアジャストメントモードになっています。赤いサークルがイメージサークルと一致するように調整します。半径と中心位置をスライダーで調整します。調整が済んだら、アジャストメントモードをオフにします。広角に変換されます。カメラパラメータも調整できます。焦点距離でズーミングができます。また、三軸、パンチルとローテートも調整できます。その他のオプションを説明します。Use by Cubic は、by Cubic 保管をオンにします。オフの場合にアレストネイバーになります。常時オンで良いです。Hide out of circle はイメージサークルの、外に対応する画素を黒に、マスキングします。カメラのパラメータで画角を、変更した際にイメージサークルに、収まっているかを確認します。エクイレクタングラーマップは、広角の代わりに制御円筒図法に変換するオプションです。タイムラインの解像度を2対1にしておくと、360度形式の動画が簡単に作成できます。190度がメイケレンズの最大有効範囲になります。デフィッシュレートは、魚眼レンズ補正の前と後を連続的に変形するオプションです。各パラメータはタイムラインに、応じて変更することができます。例として、カメラのパンズレを補正します。再生を停止してパンパラメータを調整することを繰り返します。パラメータのキーフレーム間の値はリゾルブが保管してくれます。結果はこんな感じ。左右にカメラが触れていたのを補正しました。同様に焦点距離をタイムライン上で変更することでズーミングが容易にできます。以上、フィッシュアイコレクションフォーメイケ 6.5mmF2.0 in DCTL の説明でした。使ったらコメントください。ご視聴ありがとうございます。